の部費券です。本日は水曜日、今病院に着きました。ちょっとね、今日まああのいつもの診察もあるんだけど、あの入院の日取りをちょっと今日決める日なんですけど、まあ昨日も言った通りね、まだちょっと何日から大丈夫っていうのをね言えないんですよね。まだリンカーンちゃんのねパーツが届いてないじゃないですか。でオーナーさんにもだもんで連絡をできないという感じになっちゃってるもんで、どうしようかなって今思ってんだよな。とりあえず、まあ、事情を説明して仕事の都合でまだちょっと日にちを決められないって言うしかないなと思ってるんですけど、駐車場空いてねえじゃん全然。とりあえずね行ってきますよ。もう正直もうよいしょ、正直今日ぐらいの日にちだったらもう分かるだろうって自分でも思ってたんだけどな。屋上しか空いてなかった炎天下のここへ止めるのか。はい、今、検査を全部やってきました。ついでに一番屋上だと日差しが強いので一個下の階に避難してまいりました。よかった空いてて。エアコンなんか効かねえよこんな暑い。これでねまたいつもの通り1時間ぐらいちょっと待たなきゃならないのでね、時間までちょっとここにいましょう。でその間にちょっとクローム屋さんに連絡を取りたいと思います。出ませんね。忙しいだった。はい、今終わりました。1時ですよ。はい、で今からね処方箋のお薬をもらいに行って、はい、それで帰りますね。冗談じゃねえよ、細かい話は帰ってからね。はい、帰ってきました。雨降っちゃってる。ね病院で検査終わって待ってる間にクローム屋さんに電話したんですよ。でまあ通じなくて、ほんで、まあ、病院終わってからもう一回電話したら、まあ、繋がって、どんな感じですかねって聞いたら、先週一回もうつけてるんですって。うん、でも、ブツブツが浮かんできちゃうと。なんでまたそこをね、吐くって、浮かんでくるではなくて、凹むような感じに、まあ、ボコボコしてるよりはいいみたいで、それでもう一度今やっているところですって話になりましてね。まあ、クローム屋さんが悪いんじゃないもんで、まあ、かといってちょっとね、本当は今日ちょっと僕入院の日取りを決めなきゃなんなかったもんでっていう話をしたんですよ、クローム屋さんにも。関係ないんですけどね、クローム屋さんには。まあ、とりあえず水曜日につけて、もう一回やってみると。でもうそれでダメだったらもういいですってちょっと言ったんですよ。もう多分それでやってダメだったらもう同じことだと思うんで、まあ、どのみちちょっとね一回ほいじゃそこの段階で連絡くださいと、出来上がった感じ でそこでもしダメだったらもうキャンセルっていう形にちょっとしますんでっていうお話をちょっとさせてもらったんですよ。何回やってもダメなものはダメだでしょうね。だからなのでもう一回ちょっとやってもらって、そこで、まあ、大丈夫だったらこっちへも発送してもらって、ダメだったら一回連絡くれと。どんな状況かによるにもよるんでね、まあ、そんな感じにちょっとしときました。で病院の方はだもんで、本当は今日決めなきゃなんなかったんだけど、決めようがないもんで、まあそれも事情を全部ちょっと説明してね、仕事柄ちょっとお客様の車を預かってるもんで、それをお客様にお渡しするまでちょっと入院できないもんで、って、本当は今日分かる予定だったんだけど、それまたちょっと分かんなくなっちゃったもんでと。うん。なので、一応今度26日、ね、今月の、どんだけ伸びんだよって話だよ。26日にちょっと予約を取っといてもらって、その日までに、その日にまだお客様の方が
まあ、オーナーさんの方がね、取り来る日にちがそれまでにちょっと決めてもらって、でそれも決まんなかったら一回連絡入れますよっていう話を病院側に、病院の方もね呆れちゃってますよそりゃそうだよねでもそれも俺のせいじゃないんだよあの、まあ、市長さん様の中にで、あのね、あのヤッキーさん、いつもあの書き込みありがとうございます、あのもうクローム屋さんとね打ち合わせをちゃんとした方がいいですよなんつってくれたんだけど、打ち合わせをしたとしてもね、まあ、結局こういうのってこうやってもらわないと分かんないもんで、結局今回は何回もやってるんだけど全然ダメで、やり直しやり直しっていう形になっちゃってるもんでね、あのいつもあれなんですよ、お渡しするときになるべく早くお願いしますってお渡しするんですけど、何も問題がないと、あのここのクロームがそうでしたよね、すぐ帰ってくるんですよ、まあすぐでもないけど1週間2週間はかかるんだけど、だもんでね、これ打ち合わせして完璧に何日まで上げてくださいみたいなことは言えないんだよね。まあ、言えるパーツもあるんですよ。まあ、例えばバンパーなんかとかだったらね、うん、申し訳ないけどちょっと早めにお願いしますって言ったら早くやってくれるんだけど、こういう芋のパーツね、うん、そういうものになっちゃうとね、とか、まあ、あまりにも劣化が進んじゃってるようなやつとかだと、本当やってみないと分かんないので、多分こういうところもそうだよね。うん、ここ。そうね、今までもそういうの何回もあったんですよ、やり直してやり直してやり直してね、まあ僕のジョコンダさんの時もそうだったんだけど、まあそれ以外にもね、なもんで打ち合わせをしっかりして何日までにあげてくださいっていうふうに言ったとしてもその通りにいかない時もあるんですよね。これが難しいんですよ、こういう古いパーツってさ、古い車のパーツって本当に。いやでも心配してくれてありがとうございますね。うん、嬉しいです。ああいうお言葉をいただける。まあそんな感じでちょっとね、もうこれ本当もう待つしかないんで、まあとりあえずもう水曜日、木曜日あたり、木曜日、金曜日あたりにはもうどんな状態でもこっちへももらうっていう形になったので、もしね、ダメだったらダメでもうどうしようもないので、まあでもあそこまで言えばある程度綺麗にして送ってくれると思うんでね、それを期待しましょう。で届いて装着したらその場でちょっとオーナーさんに連絡を入れるんで、木曜日金曜日、あ、金曜日土曜日あたりね、もうそしたらオーナー様の方で何日ぐらいに取り来るよって日にちをね言ってもらえれば、まあ、26日次のお医者さんの26日、まあそれは入院の予約に行くだけなんですけどにはもう大丈夫だと思うんだよね。で、まあ、26日に病院行って何日から入院っていうふうになると思うんで、そんな感じですね。また今日病院さ、えれえ時間かかったよね。まあそれはいつもの本でいいんだけどさ、笑っちゃうのがね、結局他の病気で僕前ね通院してるじゃないですか。でそこからこの甲状腺腫瘍って、うん、でそっちへ回されるんだけど、今日まあいつもの主治医の先生にね、手術の方はどうなりましたかってまた言われたもんで、まあ説明したんですよ。もうあと1週間2週間ぐらいでね、日にちが決められると思うもんで、そしたら電話すればいいですかって言ったんです。まあ、そしたらその甲状腺の方は甲状腺の方の方に連絡取ってくれと、で今からちょっと予約を取ってあげるから終わったらそっちへ行ってお話をしてくれって言われてね、行ったんですよ。うん、そしたら、その受付の人がね、に言ったんですよね。こっちへ来て予約を取れって言われたんですけど、つって。で、何の予約ですかっていうもんで、いやいや、伝わってないですかつって言って。で、一から説明したんですよね。僕何年も前から手術しろって言われてて、こちらの先生に。それがやっとここ1週間2週間で目処がつきそうだもんでっていう説明をしたら、こっちへ来いってで、こっちで予約を取れって言われたんですけどって言って、でね、まあそれもきっちりとした日にちがまだ分かんないんですよって話したら、じゃあ分かったらそっちの先生の方に連絡を入れてくれって言うんですよ。なので、いやいや今その話をしたらこっちへ行けって言われたから来てるんですよっていう話をしてね、
もう全然ダメね。おあのあんたっちしっかりしてくれよと。まあ、まあ、僕も悪いんですけど、さっさと手術しないから。あでも参っちゃいましたね。まあ、あんまりでかい声は出さなかったけどさ、こっちもちょっとさムカついてくるんですよね。え朝の8時からあの病院に行ってね、この時間になってこっち回されて、いや向こうへ連絡取ってくれって、向こうの先生をこっち来いっつって言ってんだから、こっち来てんだからっつって言ってさ、でもうちょっとね、僕もちょっといささかちょっと腹立っちゃったもんで、もうとりあえずいいよ、あの26日に来りゃいいんでしょって、その時ダメだったら一回電話入れるからっつって、ほんで帰ってきましたね。そんな感じでした。もうつまんない動画ですいません。